はし、そして住宅についても何千人、あるいは何万人の人々も自宅に戻ることができない。やはり衛生もしっかりとした住宅が再建されない限り、特に衛生ということが非常に重要です。電力の復旧についても一部は来月にも復旧できるだろうという